こんにちは。こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。イエーイ。ということでですね、実は先日どうもありがとうございました。あ、いえいえ、どうもありがとうございます。ね、参加していただいて、なんとその再生回数が700回を超えました。いや、すごいよ。本当すごいんですよ。あ、そうなんですか。うん。普通はね、僕大体、もう最初やり出した頃はもう100回がいくかいかんかぐらいで、で、最近ちょっと200回超えっていうのがあって、で、その時に700回はないんですよ、ほんま。なんでそうなったかわかんないんだけど、やっぱりちょっと、黒川流、運のつかみ方とかね、いろいろ喋っていただいたりしたんで、まあそういうのも良かったんかなと思いまして、はい、まあ今度、皆さん、ドーン毎月20日ですね、今月だったら6月20日なるんですけれども、黒川さんに、まあ僕のいろいろ聞きたいこともありますし、まあ今後もですね、ちょっと対談というか、こう、質問を受けて、はい、まあ、黒川流っていうのを聞きたいと思うんです。はい。いかがでしょうか、皆さん。いえいえ。誰もいませんので。そういうことで、はい、一応、まあ、皆さんからの質問も、うん、寄せてですね、うん、で、僕が代わりに、こう、聞きますので、はいはいはい、まあ、ざくばらにちょっとお答えいただいたら、ありがたいなと。はい。いいですか？お願いします。あ、ありがとうございます。まあそんな形でちょっとやりますので、はい、皆さんまたなんか質問とかありましたら、僕のメッセンジャーの方に、こんなこと聞いてほしいとか、うん、またね、こんな悩みがあるんだとか、うん、男女問題でもいいんですかね。ああ、ええんちゃうんすか。ええですか。なんで色そんな色黒いんですかとか。そうですね。まあ、いろいろ、もう、ざっくばらんに何でも聞いていただいて、その後、答えるものは、なるべく答えていくということで、答えるものはですね、やりたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、せっかくね、今日、お会いしましたんで、一つ僕の方から、質問というか、はい、黒川さんの、いつもの、こう、座右の目というか、どういうことに起用しながらね、やってるのかなっていう、そういうのちょっと、ちょっと真面目にいきますか。ちょっと真面目にいきたい。座右の目言うんではないんですけど、これ僕、大事やなと思うんだ。じゃん。はい。これ、見えますかね。はい。めっちゃ光っとる。はあ、めっちゃ、海坊主になってませんか。八方下がりの時は、原点に戻れ。はい。これです。はははこれはイギリスの、チャーチルの言葉なんですけど、これええなと思って、で僕もやっぱりうどん作りね、まあ今あまりしてませんけど、昔いろいろこう試行錯誤して、粉もね、独自のブレンドの分作ったりとかするときにほんまにもう何でうまいこといかんのやろとかいろいろ考えよって、その時にやっぱり原点に戻ってどうだったんやと、いう基本に戻って考えていったら新しいのできたりとかしたんですよね。あ、今のうどんが出来上がったのもやっぱりいろいろ考えてあれそうで、あ、ほんまにもう発泡酒屋になったらどなしたらいいんかいのとかね。これ参ったなぁと思いよった時にこの言葉でやっぱり原点に戻って基本に戻って、もう一回一から考え持ってっていう感じでしましたね。まあ皆さんこれシューハーリーって言葉知ってると思うんですね。シューハーリー、納める、あ、ちょっと書いてもらいましょうか。はい、ごめんなさい。ご用意が全然いかんで、はい、シュハーシュハリね、待ってもう一緒だ、はあ、リーね、リー、これちょっと字が違うんですけど、このシュシュハリ、このシュは、収めるだけ。収める。はい。基本を学んで、基本を収めるんですよ。はい。ね。もうちょっとこう、奥行きましょうか。基本。はい。これ基本ね。基本。基本。基本ね。で、この、
を破る派、はい、この基本をちょっと破って、はい、いろいろやってみる、うん、やってみるね、基本があって、まあ、言うたらお嬢さんとかなんか教わったことをやってみて、基本をちょっと破って破る、うん、ちょっと違う方法でやってみる、うんうんうん、ほんでやることによってこの基本から離れて自分独自の部分を作っていくっていう、はい、これものづくりも、うん、はい、多分経営のやり方も自分独自の部分を作っていくのが大事、あ、大事。大事。あ、大事ね。ね、うんうん、僕ができたけん、他の人ができるわけじゃない。自分独自のを作っていかなきゃんっていう。あ、よくね、うん、玉屋の真似したらええわとか言うて、やってみるけど、うまいこといかんですよね、そうそうそう、はっきり言ってね。自分独自のやり方とか。うん。だけど、もう、これを作っていくために基本が大事なんで、うん、あ、八方下がりになった時は原点に戻って基本にどうなんやっていうみたいな感じ。あですよね、あ、それとあと、まあ、人間関係だったりとか、うん、例えば親とお前との一挙乱とか、うん、言ったら基本に戻って、うん、産んでくれたのは親やと、まあ、そこにどんだけね感謝できるかと、あ、この原点はやっぱり親ですよね、親にもある、当てはまるし、全て当てはまるっていう感じですね。あ、だからこの言葉僕大好きです。はい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 、はい、あ、どうですか。いやいやいや、どうやっていう顔されてますけど、まあそんな感じで、はいはいはい、これは言葉は大事にしてます。ああ、そうやね、本当にやっぱり原点、皆さん原点それぞれありますからね。そう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 、うん、でついついなんか人の話聞いたらそっちに揺れてしもうたり、やっぱりうどん屋さんでもありますよね、はい、あっちのフラフラこっちのフラフラしょったらやっぱりうまいこといかんですよね。あ、だけど、まあ、自分で事業を起こそうとか、はい、これやろういうとき、最初の原点に戻ったら、こういう夢とかさ、はいはい、こんなのあったんが、いつしかそこから離れていって、うわわ、うまいこといかん、八方下がりになった、いうのがあると思う。でもその時に、最初どうだったんや、っていう原点に戻ったら、あ、これだったっていう、それはまあ、繰り返し繰り返し戻っていくことですよね。ほら、最近だったらあれでしょ、コロナでもうほんまに発砲、これこそ発砲塞がり、もう今の時代でいかんけど、うん、ほんまこの感じですよね。だから最初にどういう気持ちでだったんや、原点に戻って、うん、今のコロナと向き合いながらどうやっていかにも考えていくとか。あ、だけどね、この前も話したけど、そんなにもコロナやけんのはどうなそう、どうのこんなし、前向きに、まあ、笑顔でやっていく。やっぱりお客さんを楽しく元気にするという、例えばね、その中には違う方、どういうのかな、もうなかなか八方塞がりになってそこまで考えれるようになりますよね。うん、うん、やっぱり皆さんなんかするときはやっぱり原点は誰かに喜んでもらおうとかすごいあると思うんで、あ、うん、やっぱりそういうのを忘れんようにしてしたらまたね、そうですね、自分もこうよろ人に喜んでもらったら自分も元気になりますよね。そう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 、なんそうなんです。あ、しもってやりもって、はい、失敗しもって、はい、反省して、はい、また原点に戻っての繰り返しだと思うんですね、はい、ですね、人生って、仕事もそうですし、はい、はい、と思います。わかりましたまあ八方塞がりの時は原点に戻れということを今日いただきました、うん、はいまあそんな形でですね、また皆さんいろいろ聞きたいことがあると思うんです、うん、で、僕自身もまた聞きたいことがありますし、はい、また皆さんが、このことを聞きたいということがありましたら、ぜひメッセンジャーで私宛にいただいたら聞きますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと頭、あ、なるほど、ちょっと光がね反射してほんまに、ね、ちょっとバックがちょっと失敗しましたけどはい、まあこういうことで、よろしくお願いします。それでは、はい、いいですか、はい、何さようならぶっつけです。